風間球太、来季構想外。笠谷俊介と中村亮太が来季の戦力構想から外れていることが3日、分かった、風間。最後に爪痕残して育成になった選手。中田2軍で4割打ってんのにこれ白さ。風間と中田は育成プロジェクトやろう。笠谷マジで欲しい。ダイナすぎるんや。中田くんは残念だけど出番少なかったし。頑張ってたからあげてくれたかんだもんな。他3人はだと。中田育成再契約か。応援してたから辛い。SB は厳しいわね。風間や笠谷はともかく、中田の構想がエグすぎる。必死に頑張ってしわいかもぎ取ったのに、また育成落ち。笠谷はゲンドラかと思ってたけどクビなのか。ついに戦力外報道出たか。笠谷は割とありちゃう？左で先発やれそうなのは言うまでもなく、最悪ロングリリーフとかで潰しが効きそうなのは強みでしょう。早々に情報出たな。石川さんも FA 講師濃厚みたいやし。やーい、女性問題起こした背番号1が構想外になってやーんのは、供養はしてない。そうですか。おっとしれっと笠谷も戦力外なのか。風間取った時のおーちゃんの笑顔が忘れられない。ご視聴ありがとうございました。